これからトラディショナルフランセーズビロンの粉ですね、使った仕込みをしていきたいと思います。こっちにイーストが混ざっています。でこっちにモルトと塩と入っています。そこに仕込み水を入れてきます。半分こんな感じの状態です。でここでポイントなんですけれど、できるだけ均一に分散させたいです。練っちゃってグッとこう固まるところと固まらないところを作りたくないので、あのサク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 と混ぜていきます。その時一番いいのがこうポリ袋の中でこうバーッと振ると分散性がいいんですが、これくらいの量があるとさっくりさっくり混ぜていきます。でアルイチのパン教室でも生徒さんにやっていただいてるんですが、まあ大抵すごくネチネチしています。それで練ってしまうと非力な家庭用のオーブンでは内装がきれいに出にくいと私は思っています。なのでこの混ぜっていうのはできるだけ手早く分散させるように行うことがポイントです。なので慣れていない場合はこの小麦粉も国産小麦の場合は特にですね、ふるっておくといいです。ビロンの粉はそんなにダマにならないのでそのままいってしまいます。まあ、半分くらいシャバ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 っとこう溶かしていきます。この時にお塩とかも溶かしてしまうと良いでしょう。でも塩を後でちょっと粒として効かせたい場合はそんなに溶かさなくてもいいですが、私の使っている塩はちょっとゲランドの塩を今日は使っているので粗い塩なので水に溶かしていきます。で半分くらいこんな感じにこうですね、こうちょっとドロッとした状態になったら、こっからはもうお菓子を混ぜるような感じでさっくりさっくりいきます。もうサク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 と混ぜます。もうこの粉混ぜがすごく私の中では重要と思っています。これでうまくきれいに混ぜられると 1.5 倍くらいでも十分にゆるっと緩んでくるんですが、ここでネチネチ練ってしまうと 1.8 倍とか膨らむまでなんか生地が緩んでこない状態になります。なのでここでできるだけ手数少なく分散させていきます。だこうひっくり返すとかしません。切った断面に粉こうやって重ねていく感じで粉気をよいしょ、わかりますか、こうあと 1,2 回で仕上げたいです。練らないようにひっくり返します。そうするとそこのこういうちょっと粉気が溜まっている部分は切って重ねてしまえばもう大丈夫です。でもうこれで仕込みおしまいです。わかりますか、すごくちょっと実際に触っていただかないとわかりにくいんですけれど、粉はもうない状態です。でボソボソっと簡単に切れる状態です。でこれが例えばこうやってしまうとねりねりネバネバっとした状態は作りません。もしもそういう状態になってしまうようであれば、しっかりとこねるという方の選択肢になってきます。今日はこねないで弱い骨組みを上手に作るというバケットの作り方をしていきます。はい、20分が経ちました。こんな感じにすごく緩んできています。近づけるとこんな感じです。でさっきつながってなかったんですが、わかりますか、こうやって見るとほらこうやってだいぶつながり出している状態です。でこれがあんまりつながって最初が混ぜがきつかったりすると20分でこんな感じに緩まないし、あと生地温によってもそうですね、混ぜ上げ温度が今日24度に合わせたんですが、冷たくても緩むのが遅かったりします。でここでパンチで引っ張っていきます。ちゃんと真ん中の方から1回目のパンチはできるだけ全部を均一に伸ばすっていうことをしたいです。なので分かりやすいようにちょっとこっち側に伸ばすようにしますね。真ん中まで入れます。そうしたらこうこんな感じです。分かりますか、こう伸ばしてまあ折り重ねてもいいですし、で分かりやすく言うと手でやるとこうやって全体をこうやって引っ張って全部を伸ばしてあげます。そういうことをカードで
伸ばして半分に折る。伸ばして半分に折る。全部を均一に伸ばしてあげてください。で、1周しました。で、2周目になると手の方がやりやすいので2周目こうやると緩いところは伸ばす、1回いじって硬くなったところは伸ばさないというふうにやると2周目はある程度軽くなります。で、3周目になるともう分かりますか、もう全体がこうやるともう持ち上がる状態になります。そしてこんな感じにまとめたらまたこの状態で20分置いていきます。20分置いてパンチを入れていきます。目のパンチを入れていきます。さっきよりもだいぶつながってきています。で、さっきよりもきちんとスルッと伸びるようになるんですが、だいぶ全体を2回ぐらい引っ張る程度で持ち上がるぐらいになってくると思います。リズミカルにカードで上に引っ張り上げるようにこういう感じですね。で、きちんと伸ばしきります。で、2周目になったら手の方がやりやすいので軽く引っ張りながら、そうするとほらもう2周で持ち上がる程度になるので、これで2回目のパンチは終わりです。で、3回目はだいぶこう2回目でこれくらい強くなっていると20分後に入れようとするとちょっと強いので、ひょっとしたら30分ぐらい待ってからもう一回しっかり伸ばすと思います。はい、こんな感じに緩んできたので3回目のパンチの時に私はこう1個の分割重量分にタッパに移していくんですが、その時にタッパは水で濡らしておきます。それでちょっと分割していきましょう。まず分割の時はグラム数をこのように測ります。よいしょ。そしたらちょっと一旦分かりやすい、こうやって垂らしながらこう引っ張りながら三つ折りこんな感じにしていきます。そうするとこうプルンプルンと下に垂れなくなってくる、そうですね、こう下に垂れなくなってくるまでこうパンチをこう三つ折りにしてあげます。だいたい三つ折り3回くらいするとこんな感じのつるっとした状態になるので、タッパの中にそーっと入れてあげます。これを全部の分量分やっていきます。もう一個だけやってみましょう。手を水で濡らして、よいしょ、斜めにすると分かりやすいので、これでまず最初はこうドロドロってこう落ちてきますよね。そしたら三つ折りにするような感じでして90度します。まだこうやってトロ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 落ちてくる状態なので、また三つ折りにしてあげます。で、90度ひっくり返してこうやるとだいぶこうつるっとペロンとしてきます。で、4回ぐらい3回か4回で慣れるようにしてタッパの中に、よいしょ、はい、さっきから5分ぐらいするとこんな感じにするっと緩んでくるので、上に落としラップをします。冷蔵庫帯12度以下に落とす場合はどうしてもここら辺がこうカピって湿気ってしまうような、なんか硬くなってしまうので、上からラップの場合は薄いのでペタッと貼り付いてしまって取るのが大変なんですが、家庭の場合は丁寧に剥がしてあげればいいのでラップにしてください。私はちょっとこのような厚手のビニールを使っていきます。で、上からギューッと押さえるとバケット力がつきすぎてしまって嫌なので、こう上にピタッとつけるようにしてください。で、蓋をします。で、現在そうですね、何倍かっていうところを見るんですが、ちょっとこう斜めにします。何倍かっていうところを見るんですが、例えば 1000g の生地量を入れた場合 1.5 倍っていうと、水を入れて 1500cc のところが 1.5 倍というふうに考えていいです。シンプルな生地の場合はそういうふうにやって倍率をします。で、冷蔵庫の中に入れてどれくらいで止まるかっていうのは冷蔵庫によっても違うので、だいたい時効点に行くときに
私の理想は 1.6 倍ぐらいでゆるーって緩んでくるといいです。だけど最初に混ぜすぎてしまったり、生地を強く作りすぎてしまったり、酵素がうまく働いていないと 1.6 倍か7倍ぐらいになっても、それ以上になってもプリ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 して緩んでこないと、まあ、内装きれいにいかなかったり、それだけ膨らんでしまうということは、イーストが餌を食べてしまってる、糖を食べてしまってるってことなので、薄いバケットになってしまうような気がします。ちょっとここら辺の言ってること意味不明な方は、まあ、ルーチの教室行ってハード系とかまで習うと、きちんとそのような仕組みを説明するので、それで覚えてください。なので私の理想はだいたい 1.4 倍くらいいった時、こう上から押さえるって緩んだなーっていうくらいで冷蔵庫に入れると、翌日いい感じになってるイメージです。はい、だいたいこれくらい膨らみました。上を押して少しふっかって柔らかいなと思ってきたら、私の場合は冷蔵庫に入れます。はい、一次発酵がこのように上がったので、っていうのを剥がして分割丸めをしていきます。発酵はだいたい、お、流れちゃうんですが、だいたい 1.7 倍くらいですね。 1.7 倍でも結構緩んでいるようです。で、今の季節、今は夏なんですけれど、室温が25度くらいの場合はもう分割、冷蔵庫から出して生地温が10度くらいの時に分割丸めをしてしまって大丈夫です。自然に出てくるの。ちょっと気持ち広げてあげます。入れてあげて、で、分割、三つ折りに軽く丸めて、よいしょ、粉のできるだけないところに置いて、30分ぐらい乾燥しないようにベンチタイムを取っていきます。はい、ダッチクリームを作っていきます。こんな感じで混ぜていきます。あんまり硬すぎてもダメだし、柔らかすぎても落ちてしまうので、ちょっと柔らかい方がいいのですが、あんまり柔らかくしすぎちゃうと流れてしまうので、様子を見ながら混ぜていきます。これで少し発酵させていきます。はい、では成形をしていきたいと思います。上に粉を振って、よいしょ、ひっくり返します。もう中に入っている気泡とかは潰さずにそのままいきます。で、今日は子どもたちの好きなクランベリーとキャラメルチョコチップを巻き込んでいきます。ちょっと端っこのこの指1本分ぐらいは残しておきます。だいたい具の3分の1ぐらいを入れておきます。たらこの具を包み込むように、よいしょ、と持っていきま す、ね、結構しっかり端っこの方まで入れてあげてください。たら今度はここの溝のところに巻き込みます。
してこっちから。もう早く釜に入れるのであんまり気泡も潰さずにいきます。感じに。感じにしたら、今度は最後はここに少しちょっと水をくぼませて乗っけていきます。よいしょ。半分に折って成形していきます。この具が飛び出ないようにしっかりと押さえて巻き込んで成形をしていきます。こんな感じになったらきちんと閉じ目を閉じます。で、端っこのここの部分だけ少し穴を開けて巻き込んで上げます。そして閉じ目を下に移して、このような空論ぬ型を作ってあげます。そしたら今こんな感じで上がりました。先ほど作ったダッチクリームがこんな感じで発酵してきています。ほら、こんな感じに発酵が始まって発酵してきているので、これを上に塗っていきます。こんな感じに塗りました。はい、塗ったらこのようにライ麦粉を上にかけていってあげます。この状態で15分ぐらい少し休ませます。はい、15分経ったのでクープを一応入れてから釜の中に入れていきます。こんな感じにクープを切って釜の中に入れていきたいと思います。はい、いい感じに焼けてきています。どうしてもリングの中心部が焼けにくいので、あと5分ぐらい焼いていきたいと思います。